ィアフターは2010年のアメリカ合衆国のファンタジードラマ映画。監督はクリント・イーストウッド、出演はマット・デーモンとセシル・ドゥ・フランスなど。2010年9月に開催された第35回トロント国際映画祭で初上映された。ある時、フランスの女性ジャーナリストのマリー・ルレは恋人と共に訪れた東南アジアのリゾート地で、 突然当地を襲った津波に飲み込まれてしまった。目の前に繰り広げられた無残で唐突なし、そして薄れゆく意識の中で見た不思議なビジョン。幸い彼女は無事に生還することができたが、その時の臨死体験の衝撃を忘れることができず、フランスに帰った後も死後の世界を強く意識するようになっていた。しかしオカルティズムへの系統によって、 ジャーナリストとしてのバランス感覚を疑われるようになり、出演していたニュース番組からの降板をはじめ、次第に多くのポジションを失っていく。生死を共にしたはずの恋人との関係も急速に冷めていった。一方、ロンドンに住む少年マーカスは愛する双子の兄を不幸な事故で亡くし、その悲しみから立ち直れずにいた。父は亡く母も薬物に溺れて育児を放棄。 更生施設に入るため、彼の元を去っていった。マーカスは里親屋に引き取られた後も誰にも心を開かず、兄との再会だけを望んで霊能力者を探して歩いていた。そんな頃、アメリカ人のジョージは、かつて本物の霊能者として知られた人物だったが、今は自分の能力を持て余し、むしろ剣をして霊能に背を向けた毎日を過ごしていた。 兄はその力を才能と褒めたたえるが、当人にとっては呪いにも等しかった。なぜなら彼はその力を示したばかりに友情が崩れて、しまった苦い記憶があり、誰とも深い関係を作ることができなくなって、孤独の中で暮らしていたからだ。死後という特殊な世界に取り憑かれた、この三人は、やがて運命に導かれ、ロンドンで出会うことになる。 ロッテントマトズでは200のレビューで46%の支持率で平均点は10点満点で5.8点となった。ナショナルボードオブレビューの2010年の映画トップ5に選ばれた。また、第83回アカデミー賞では資格効果賞にノミネートされた。本作は日本では2011年2月19日からワーナーエンターテイメントジャパンが公開していたが、 同年3月11日に発生した東北地方、太平洋沖地震を受けて、3月14日に、同日限りで本作の上映を中止すると発表した。大津波のシーンが日本に起きた震災を連想させることや、震災の状況を配慮しての判断だという。その後、同年10月5日に、ブルーレイ DVD が発売されたが、演出上津波の描写が含まれていることを注意喚起。 した上で発売している。震災の影響とはいえ、近年の洋画作品の中では、劇場公開からソフト化までのスパンが長くなっている。映像ソフトの売り上げの一部は、日本赤十字社を通して、義援金として寄付される予定である。全米では2011年3月15日に、本作の DVD が、ワーナーブラザースホームエンターテイメントグループからリリースされたが、 同社はその収益の一部を東日本大震災で被災した人々のための義援金として寄付することを発表した。金額は関係者によれば100万ドル前後になりそうだと言う。その発表に際し、イーストウッド監督は日本の人々に手を差し伸べようという試みにワーナーブラザースと共に参加できて嬉しいとの声明を発表した。ありがとうございます。